皆さんは知っているだろうか、この言葉を。よくわからないけどドラえもんの言葉ってこと？うむ、公式から出ている書籍の一つに、ドラ言葉、心に響くドラえもん名言集という書籍があるのだが、このように、ドラえもんも連載が始まって早50年、作中ではいろんな言葉、主に名言が残されており、それらを特集した書籍、ネットサイトなどが多くあるよな。なので今回は、ドラえもん好きのうつ主が選ぶ、これだけは後世に伝えたいドラえもん名言とともに、それに対する考え方、解釈を添えて紹介していきたいと思うぜ。というわけで今回は、ドラえもんのセリフから考える、正義とは何なのか、だ。みんな、今の自分よりも少しはマシになりたい、もっと向上したいと思う。でも、毎日同じ反省を繰り返しながら、足踏みしている。結局のところ、それが人間というものなんじゃないかと思うんです。というわけで今回は、ドラえもんの言葉とともに、うぶ主なりの考え方と、解釈を添えて紹介していきたいと思うぜ。まず、選定基準としては、藤子 F 不二雄大全集に掲載されていること、もしくは大長編シリーズであること。今回、うぶ主の気に入った言葉、そしてうぶ主なりにどう感じたかを語るだけなので、特定の信仰や思想を否定するものではありません。そして、解説していく上で、時々質問を問いかけることがあります。それは、言葉を聞いてどう思ったか、それに対して視聴者さんがどう考えるのかがとても重要で、ただ言葉を聞いて、いい言葉だなぁと思うだけでは、今後、人生で起こりうる様々なトラブルを前に、ドラえもんの言葉を思い出して、トラブルを乗り越えるマインドをつけてほしいからです。今は何を言ってるかわからないとは思うけど、ぜひ動画を最後まで見れば、人生に役立つ一言になると思っています。それでは早速紹介していきましょう。うぶ主が選ぶ、後世に残したいドラえもんの名言その1。どっちも、自分が正しいと思ってるよ。戦争なんてそんなもんだよ。これは、コミックス一巻、ご先祖様頑張れにて、タイムマシンで過去に来たのび太が、功績を挙げるために戦に参加しようとするのだが、どっちの味方をすればいいの？というのび太の言葉に対し、どっちも、自分が正しいと思ってるよ。戦争なんてそんなもんだよ、という言葉を残すんだよな。皆さん、突然ですが正義とは何でしょうか？おや、先生、会社の上司、法律、宗教、警察官、人、人種、男、女。そうやって聞かれると正義って難しいね。正義は我にあり、とかアニメのセリフとかもあるし、やっぱり主人公、ヒーローが正義とかなのかな？視聴者の皆さんも考えてみてください。正義とは何か。正義とは一体何なのか、それは、人の数だけあるのだ。今回のドラえもんの言葉をもう一度思い出してほしい。どっちも、自分が正しいと思ってるよ。戦争なんてそんなもんだよ。この言葉から学べるのは、人の数だけ正義があるってことなんだよな。時代が変われば正義も変わるし、立場が変われば正義も変わるのだ。例えばドラえもんの大長編の中には、蜘蛛の王国という話がある。この話は、天上人が地上すべてを水で洗い流し、地上人が築いてきた文明などをすべて破壊しようとしていた。この話を聞いたら、ゼータなら地上人としてどう思う？そんなの阻止するに決まってるじゃん。だって人類文化を滅亡させようとしている天上人はどう見ても悪だよね。つまり、ゼータはドラえもんや地上人に正義があると。そりゃそうだよ。じゃあさ、天上人の言い分も聞いてみようか。悪いのは地上人じゃないの。自然を破壊し、煙や排気ガスを撒き散らし、川も海も汚れっぱなしで、このままじゃ地球は空も陸も海も、ボロボロに汚され、破壊され、私たち天上人も絶滅するしかないのよ。この話を聞いた上で、改めてレイタは正義はどっちにあると思う？こんなこと言われると正直言って難しいよ。地上人は自分たちが地球をめちゃくちゃにしても快適に暮らしたいと思っている。天上人は地球の未来を考えて、地球を一旦きれいにして、もう一度地上に生きる全ての生き物のための星にしようとしている。やり方は少し過激だけど、やっぱり正義がどちらにあるかなんてわからないよ。こうやって相手の話を聞くと、自分にあると思った正義が本当に正しいのかわからなくなるよな。これが立場による正義の違いだな。じゃあ次に、ゼータは海賊って正義だと思うか。一般的には悪だよね。人のものを盗んだり、時には人を殺めてしまうこともあるし。じゃあ、ドラえもんの大長編の、南海大冒険に出てくるキッド、ジャック、ベジは悪なのか。他の漫画で言えば、ワンピースのルフィって悪なのか。彼らは物語の主人公なのに海賊、人のものを盗んだり、殺めていることもあるんだぞ。
そんなこと言われると困っちゃうよ。これも、時代や立場によって正義が変わるってことなんだ。ドラえもんのように時代を超えたり、異星人との壮大なトラブルはないにしても、皆さんは、身近で言えばこんなトラブルに巻き込まれたことはないか。学校の先生や親に勉強しろと言われたり、会社の上司や取引先と口論になったり。確かに子供の頃はよく勉強しろって怒られたし、上司には変に言いがかりをつけられたり、取引先と揉めたり、お客さんと口論になったり、そんなこと多かれ少なかれ必ずあるよね。自分は悪くないだとか、自分に正義があるだとか、要は自分の思う正義を相手に押し付けて、つまり自分が正しいと思うからこそ相手と衝突するんだよな。もちろん、一方的に責め立てられることだってある。相手だって、自分が思う信念、自分が正しいと思うからこそ口論になるんだ。でも、正義って人の数だけあるように、他人の正義を変えることは非常に難しいんだ。自分が正しいと思っているのに、相手の言い分、正義、を受け入れることは普通できないだろう。その逆もしかりで、相手に自分の正義を受け入れさせるのは難しい。これが我々の身近で言えば口論やトラブル、そして宗教や思想の違いなら戦争になるだけなのだ。だったらどうすればいいのか、皆さんも考えてほしい。うぷ主なりの結論を言うと、自分を変えるしかないのだ。自分の正義を変えろってこと？いや、そうではないのだ。世の中には、原因自分論という考え方がある。この学校を選んだのは自分、こういう仕事を選んだのも自分、勉強をしないでいるのも自分。でも別に自分を責め立てようというわけではない。今まで自分の正義を他人に求めるから、トラブルや争い事が増えるのだ。上司や取引先とうまくいかないなら、転職活動やもっと違う職種を探してみる。そもそも他人との口論が嫌なら、ネットで完結する仕事だって今の時代いくらだってある。この場合、自分が選択した人生が原因で今こうなっているわけだ。ただ、親など関係が切れない相手などの場合、そこは正義を押し付け合うのではなく、双方が納得できる話し合いが必要だと思うのだ。勉強しないのは部活のせいとか、家じゃ集中できないとか、そもそも違う専門性のある勉強をしたいとか、それを思っても言わないではいはい言ってるだけで、何か意見を提示して話し合いをしない自分に原因があるんじゃないか。家が無理なら塾や図書館、部活が長いなら顧問との相談、そもそも専門性のある別のことを学びたいなら担任や親に相談、全部自分が起因で、相談しなかったことに原因があるんじゃないか。でもさ、世の中には自分のせいじゃないこともあるよね。もちろんそうだ。例えば今日雨が降ったのは自分のせいだ。人類が戦争しているのは自分のせいだ。こんな風に絶対に自分のせいじゃないのに、自分のせいにして考えるのは違う。原因自分論は、起こった問題に関して、自分が行動したことが起因する場合のみに限るのだ。もちろん、何もしなかった、というのも一つの行動だからな。上司や取引先に言われて嫌な思いをして、何も行動しなければ、何もしない自分が原因だからな。学校の先生や親の場合だって同じだ。冒頭、藤子 F 不二雄先生もこんなことを言っていたよな。みんな、今の自分よりも少しはマシになりたい、もっと向上したいと思う。でも、毎日同じ反省を繰り返しながら、足踏みしている。結局のところ、それが人間というものなんじゃないかと思うんです。まさに何もしないの行動するのが人間だと原作者は言っているのだ。結局考えても行動しない、何もしない自分が原因だとうぷ主は言いたい。そして、アインシュタインも似たようなことを言っている。The Dimission of Insanity is Doing the Same Thing Over and Over and Expecting Different Results。 狂気とはすなわち、同じことを繰り返し行い、違う結果を期待すること。何もしないで毎日を繰り返して、何か違う結果を期待するっておかしいとは思わないか。天才に言わせればそれは狂気なのだ。何もしないってのも、自分が原因というわけなんだぞ。それでは話を少し戻すけど、結局ドラえもんの正義から何を言いたかったのか。つまり、正義とは人それぞれ、人の数だけあり、お互いがそれぞれの正義をぶつければ戦争になる。だから、他人に正義を求めてはいけない。自分の行動を原因に、自分の信じる正義の行動を行うしかないということなのだ。うぷ主も、今までの人生、学校や仕事のトラブル、プライベートで口論になることは何度もあった。学生の時はとにかく自分が正しいと思って行動した結果、親や学校での衝突も多かったし、いじめやトラブルも多かった。だけど社会人になって、ドラえもんを読んで、改めて正義について考えた時、よく考えたら、全部自分が原因だったんじゃないかと思いました。今の仕事を選んだのも自分、お金がないのも自分のせい、住むところを選んだのも自分、そして行動しなかったのも自分、自分が正しいと思っていた行動が、自分が原因だったと見つめることで、プライベートや仕事においてトラブルがすごく減りました。上司や取引先には相手の正義があるわけなので、根本的に意見が絶対に合わない人とは関わらない仕事に変えたし、親や兄弟にこうあるべきとは言わず、こういう考え方、正義、があると受け流す考えができ、配偶者にも、お互いの意見や主張を言い合うだけではなく、必ず相手の主張を理解し、話し合いをすることで、すごく夫婦円満に過ごせています。
皆さんも、今後多くのトラブルに巻き込まれることがあると思います。そんな時、ドラえもんの言葉を思い出してほしいのです。どっちも、自分が正しいと思ってるよ。戦争なんてそんなもんだよ。正義は人の数だけある。その上で自分が原因と考え、正義を押し付けず、他人に正義を求めない、そしてどう行動するのか。その言葉が、明日からの皆さんの生活に、少しでも役に立つマインドになれば良いなと思います。というわけで、このセリフの解説と紹介を以上にするぜ。今回、ドラえもんのセリフからうぷ主なりの考え方を紹介したが、言葉を聞いて、ただその言葉に感動するだけではなく、どう感じて、どう行動するのかが大事だとうぷ主は思っています。先日、東大生が選ぶ勉強になる漫画でドラえもんは1位に選ばれました。これは、ドラえもんそのものに歴史、地理、理科、環境問題などなど、番組では秘密道具から経済を学んだりしていましたが、私個人的には、こういう言葉の中にある人生論とでも言いましょうか。この言葉があるから考え方が変わった、いろんな物語を経て物の見方が変わる、そういった学校では教えてくれない、もっと道徳的な部分がドラえもんにはたくさん詰まっていると思います。皆さんももう一度ドラえもんを読んでみて、自分の人生観と照らし合わせてみてはいかがでしょうか。大人になってから感じ方が変わるセリフもたくさんあるからね。今回、セリフの紹介がたったの一つになってしまったが、ドラえもんにはまだまだ良いセリフがたくさんあるので、今後も多くの名言を紹介していきたいと思います。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。Thank you.